今朝のことだ。私は畳を持ち上げた。油虫が3匹いた。私はそれをインスタントコーヒーの空き瓶に入れて熱湯を注ぎかけた。私はそれを飲まなければならなかった。みんなが見ているのだ。私はドアを開けて寝室へ行った。なんとか瓶の中身を始末しちゃおうと思ったからだ。とそこは大きな木造船の中の通路であることに気づいた。船は沈みかかっていて、そこは半場の回顧棚のようでもあるし、船室のようでもあった。私はやっとのことで溺れかけていた一人の男の子を助け上げると、それはみんな私の子供で、その時私は二番目の子がいないことに気づいたんだ。同時に助けた男の子が突然私に泣きやめきながら言った。パパ、どうして僕の弟を助けなかったんだよ。あの子供たちは誰なのか。夢の中ではごく自然に私の子供だった。私はそれを受け入れていた。子供たちの顔は目の前に浮かんでまた消える。あれは生まれる前につまずいて消えていった私の子供たちの姿なのか。あの夢は何の予兆なのか、良い知らせなのか、悪い知らせなのか。私、迷子なの。からかってはいけない。自分のことを迷子だと分かってる迷子がいるものかね。でもそうなんだもの。みんな迷子なのに。みんな？あんたもだ。迷ってしまったと気づいたとき、その人間はもう迷子ではない。立ち止まって考えることも、引き返すことも、インフォメーションを尋ねることもできるんだからね。つまり
行き先があるんだ。私はお母さんを探しているの。私の店では何でも売ってるが。ママ私を産んだけれど私を産んだことに気づかなかったの。あなたがお母さんですか。どういうことなのか説明してもらおうか。今日デパートへ買い物に行ったわ。偶然あの子に会ったの。迷子だって自分で言うの。うまく言えないわ。僕たちは本当のところを話し合おう。事実をはっきりさせるんだ。君は迷子だった。少なくとも自分ではそう言った。君の年で迷子なんて考えられない。だが君は妻についてきた。どうしてなんだ。答えないならよろしい。とにかく僕たち夫婦は君を知らない。僕は君を君のお母さんのところに送り返さなければならない。わかるだろ。うちは、君のうちはどこなんだ。眉を剃ろうかしら。眉を剃って仏様みたいな細い眉を描こうかしら。なぜ突然そんなことを言い出すんだ。そしたら鏡に映った時まるで他人の顔のように見えてとっても楽しいんじゃないかしら。うちまでなぜ連れて帰ってしまったんだ。ねえあの子うち置いてやりましょうか。迷子なら警察に引き渡すことも係に預けることもできた。それなのに君はそうしなかった。あなたは誰です。桂坂亜佑の父親です。桂坂亜佑ご存知でしょう。ママ助けてよ。ママ私この人知らない。この人私のパパじゃないわ。嘘をつく癖があるんです。娘です。私のパパはこの人よ。この人が私のパパだわ。困りましたな、まったく。
私に懐いておらんのです。しまい、これで娘を追跡していたんです。私は帰った方が良さそうだ。すり減ったレンガでできた階段だった。そこを登ると確か右手にドームが見えた。狭い階段を登る、ドームの見える道、知っているのか。いや、ドームは左側に見える。ずいぶん昔のことだ。左かもしれん。1952年、夏だ。僕は工科大学の学生だった。残念だが、私の知っているのはこの4月に初めて歩いた道だ。今住んでいるところだ。それ以前に行ったことはない。さあ、次はどこを打ちだと言い出すんだ。テレビ塔か、教会のチャペルか、島には走ってるレッカー車だってそう呼ぶつもりだろう。君は家に帰るつもりがないんだな。
状況は一変した。午後4時までに計画を中止しなければ我々は一斉検挙されるだろう。状況が変わった？どう変わったの？4月28日、サンフランシスコ条約発効。日本は独立を回復した。同日、M 大使東京着任。5月1日、政府、メーデーに人民広場使用拒否。数万の労働者と同志。広場奪回、警官隊弾圧。射殺された同志に、重軽傷800。検挙された同志、1230。5月30日、反植民地闘争を中心に、党は軍事闘争方針具体化。新宿西、蒲田、板橋、他拠点5カ所にて武装闘争展開。射殺された同志3、検挙された同志102。6月2日、スゴー事件。7日、400万の労働者、破防法反対スト突入。24日、吹田事件。デモ隊、人民電車運転、検挙された同志60。25日、新宿駅、デモ隊警官と衝突。検挙された同志30。1952年7月4日、今日、つまり同状況が。同志3、射殺3、同志2、射殺2、検挙60、検挙102。どうして君は全てを数にしてしまうんだ。僕らは数じゃないんだ。さあ説明してもらおう。なぜ中止だ。いつも説明しろだ。説明する、説明する、説明する。僕に何がわかる。中止は不可能だ。同志たちは配置について。ただ一つ中止させるチャンスが残されている。4時に襲撃犯があれを受け取る。新宿駅の3番線ホームだ。受け渡しが行われなければ計画は遂行できない。しかし誰が誰に渡すのか顔も知らない。武器調達のメンバーは知らされていないんだ。同志恩子が知っているよ。それは彼女の任務だ。行くわ。時間ね。さて、同志諸君。司令 D の実施は僕に関係ない。僕は計画に反対だった。司令 D はスパイの処分に関するもんだ。何が起こったんだ。裏切り者がいた。計画は敵に筒抜けだ。とにかく僕は行かない。嫌だ。よろしい。僕も嫌だ。誰がこんな役目を喜ぶ。だがこれはやらなければならない。でなければ我々は壊滅するだろう。計画に反対だった。だが計画は実行に移されたんだ。止めることはできない。だが止めなければならない。つまり司令 D は君が拒否しても実行されるだろう。それは我々の共同責任だろうが。君が拒んでも。僕が行こう。すぐ済むよ。誰だ相手は。この計画の立案者、麻藤白治、党政治局員。
協力するだけでいいのよ。もし断ったら。少女わいせつ誘拐暴行の角で日本の工業界は有能なエンジニアを一人失うことになるわ。彼40歳、1953年東京工科大学電子工学科卒業、57年マサチューセッツ工科大学研究員として渡米、翌年レーザー光線応用技術開発でファラディ国際物理賞をはじめ幾多の学会賞受賞、60年帰国、結婚。自衛隊士は確かにここに来る。しかし大使をどうする気なんだ。レーザー光線の性質は直進すること。その高周波指向性は破壊的で、あの日あの瞬間からアトウと星は消息を絶った。妨害遮蔽する物質があればその組織を破壊して通過直進する。直進する。電波や光のように拡散しない。君は誰だ。何のためにこんなことをするんだ。教えてくれ。言えないわ。じゃあまた連絡するわ。君に協力するとは言ってない。するわ。警察を呼ぶ。どうぞ。ねえ、パパを殺そうよ。パパを？何人？19、20、分かんないくらいたくさん。そんなにたくさんどうやって殺すの？玄関に裸の電線をピンとあるの。引っかかるわ。まあ怖い。もっといい方法ないかしら。椅子に座ってたら縛っちゃうの。暴れるわ。だから縛るの。それから首を切っちゃうの。血が出るわ。ブツの棒で豚をブツみたいに。きっと泣くわよ。じゃあ四つん這いになって歩かせるの。犬みたいに。それからチンチンしろって言うの。でもチンチンが下手だから食べ物を絶対にやらないの。かわいそうよ。私ならパンをあげるわ。ママはダメな人ね。他にはないの。広いお部屋を作るの。そこには窓も出入り口もないの。パパは全部裸にしてぎっしり入れちゃうの。ガスを吸って死ぬわ。でもパパは次から次から来るの。だからこの部屋はとっても忙しく使われるの。ねえ、なぜ殺すの。だって喜ぶ。パパって自分のことじゃない。トイレに行きたいんです。交代願います。あと15分で休憩よ。待てないの。急に生理が始まったんです。パリストを結婚しよう。とうとう尻尾を出したのね。奴らはヒステリーを起こす。それは断末魔の警戒。え？なんて言ったの？返してください。そうはいかないわ。さあ、体を見せるのよ。本当に生理なのかどうか。
何をするの？就業規則に違反した証拠を調べるためよ。なぜつけてきたの？あんたの仲間が喋ったから。なんでそんな目で見るの？みんな疲れが出たんだろう。釈放されてまだ3日だしな。違うわ、裏切ったのよ。なんだって？しかし、私が話してくるわ。どういうことなの？話して。ほっといてよ、ほっといてよ。何を言ってるか分かってるの？あの計画のことは喋らないわ。男の子にはわからないわ。説明できないわ。お紅茶を入れるわ。ちょっと待ってね。それともミルクになさる？その数字のごしゃごしゃは勝手に動いてってミルクの中にも入っちゃうの。何の数字だって？あなたの頭脳のことよ。寝ている時あなたを見ながら時々考えてるの。私の隣におとなしそうに眠っているこの人は誰？うっすら生えかけたひげの中に白いのが一本混じって、この人の頭の中には一体何が入ってんのかしら。大きな包丁で頭の蓋をスパッと切ったら、数字やら方程式やら設計図の記号やら、そんな針金でできたみたいな数字がごしゃごしゃ絡み合ったまま次から次へとあふれ出て、血なんて一滴も出ないの。私は慌てて手で押さえるけど、流れ出る数字は止まらないのよ。ミルクには砂糖も数字もいらない。それがあなたの正体だわ。でも私あなたにお会いする前に結婚するって決めてたのよ。喜ぶべきだろうな。あの日おばさんがあなたの話を持ってきて、いよいよ心を決めなければならない日だった。緑が燃えるように盛んな6月だったでしょ。その日も朝起きてこんなふうに窓を開けたの。海から吹いてくる潮の味のする風を全身に感じながら、その時
今日紹介される人と一緒になろうってごく自然に思った。10年前の6月にか。でも時にはふっと他の生活もあったって考えるわ。どんな生活だって選べたのにって。僕はあの子と寝た。なぜそんなこと言うの。僕も何か告白しなければならない、そんな雰囲気だ。愛してるのよ。何も話すことはない。返事を聞きに来たんじゃないわ。命令を伝えるわ。4日研究所を訪問する J 大使は帰る時間が1時間遅れることになるわ。僕には大使のスケジュールを変更する権限はない。でもあなたは何とかするわ。彼を愛してるのよ。だから会いに来たんだわ。けれど彼は私を相手にしてくれないのよ。昨日も彼を誘い出したわ。道に迷ったふりをして誰もいないがらんとした広い建物に彼を連れて行ったの。私は服を脱いで抱いてちょうだいって言ったの。でも彼は突っ立ったままで私を見ようともしないんだわ。私は本当のことを言ってるのよ。愛してるって言ってみて。愛なんて初めから関係ない。あなたはひどいことをしたのよ。あのフィルムを見た時のことかい。僕は君と寝なかった。ひどいことをしたのよ。そういうことだわ。じゃあ聞く。愛ってなんだ。今朝 N 科学のバリストが12人パクられた。
愛ってなんだ。自由になることだわ。 N 非関係を持ちこたえるのも時間の問題だ。君はあそこの労働者を愛しているかい？そんなふうに古めかしく考えたことないわ。愛していないとはっきり言うべきだ。自分のために革命をやってるわ。スパイになるのも自分のためさ。律子のことを言ってるの？革命家になろうとして君たちはレズビアンになってしまうんだ。そんな時代さ。いや、こいつは案外正しい答えかもしれないんだ。違うわ。あの夜パクられるとき、律子は棍棒で撃たれたり小突かれたりして結局強姦されたから。真っ暗な路地なんかに逃げ込んで。裏切ったりスパイになるというのはすこぶるセクシャルな行為なんだ。その時甘ったりしびれるような旋律が体を差し貫き。やめてよ。僕はリスクを弁護しているつもりはないんだ。待っていたんですよ。おいでになると思っていました。パパじゃないって言ったわ。どういうことなのか教えていただきたいわ。私はその子の父親だ。信じない？当然です。当の子供ですら信じておらんのですから。だが信じるとはどういうことです？答えられんでしょう。私は本当のことを話す。だが証明しない限り真実とは認めてもらえん。一つの物事に真実はいっぱいある。証明したやつの勝ちです。子供の頃私も人並みに夢を持っていた。今頃は光号か宇宙船を設計しているはずだった。カプセルの名前も決まっていた。桃色の死後だ。高校を卒業して東京に出てきた時、私は宇宙船の代わりに別のものを見つけたんです。それがあの子のお母さんだっておっしゃるの？初めて会った時彼女は言った。私の手と足は地球を覆っているのよ。だから私はあなたの世界をすっかり変えてあげられるの。私はぞっこん参って心から尽くしましたよ。でもある日、この子が生まれて間もなくです。
彼女は私の前から姿を消した。それから私はあれを探してさまよった。長い時間三月前のある日、私は彼女を街で見かけた。後をつけていきました。とっくに男と別れて、気ままにこの店で働いていました。あの子にも客を取らせて。私の顔を見たとき、彼女は何と言ったと思います。ご想像の通りですよ。17年は経っていたんですな、あれから。私はあれとまた暮らし始めた。だが2週間と続かなかった。プライベートな関係だとおっしゃられると引き下がるべきでしょうが、彼女に問題があるんです。彼女は私の研究に興味を持っているんです。なるほど。ある物質にレーザー光線を当てると立体画像を作り出す。奥行きのある空間だ。人はそこに入ることができるように見えるが、もちろんできんことです。J 大使訪問のスケジュールの変更もできんそうだ。つまり嫌おうなしにゲームは大詰めを迎えるわけです。人がそこに入ることができないということは、つまり我々はその空間を本当には所有してないということなんだ。なぜそうできないかといえば、時間を持ち込めないからです。17年前のあなたを存じ上げていたら協力してもらえましたかな。17年前の私は今同時にここにいますよ。あなたに見えないだけだ。君に言いたいことがある。計画は取りやめるんだ。午後4時、大使の車を襲った仲間がどうなったか、僕は知ってる。裏切ったのね。裏切る？そんな字はくれなかったよ、君たちは。じゃあなぜ知ってるの？その結末の現場に僕は居合わせたのだ。失敗を恐れてはいないわ。計画をやめることを恐れているわ。それにもう間に合わないんだわ。どうしようだ。君はスパイとして仲間から告発された。問題の重要性に鑑み、党中央統制委員同志北畑の立ち会いの上、今から査問委員会を開く。君は党組織に潜入したスパイ性の逃亡を援助した。知らない。待ってるうちに消えてたんだ。そんな子供騙しの言い訳が通ると思ってるのか。生がスパイだとは知らなかった。彼は地区から派遣されたオルダで行って、信任状も持ってきた。君も知ってるじゃないか。僕は初めから疑っていた。だから中央に報告したんだ。地区医地方医はじめ関係各級機関にもともと生というオルンはいなかったんだよ君。しかし。いい加減で正直に白状するんだな。
告発の2、 M 隊襲撃計画は党組織破壊の挑発であったことを承知で、君はスパイ生徒協力積極的に推進したんだ。僕が？じゃあみんな、俺は、いや我々は計画に終始反対だった。覚えてるだろ。でもあの計画は同志阿藤の指令で、同志阿藤は当時党臨時中央委員会の中央に潜入したスパイとして6ヶ月前に処分されていたんだ。半年前に？だからこの襲撃計画は正の挑発なんだ。違う。はじめは組織は分断され、我々が孤立してしまった時、敵に打撃を与える有効な方法はないかって細胞会議で決めたことじゃないか。そうだろ？答えてくれ。その時生が同じプランを持ってオルグだと言って現れたんだ。なるほど。君が先に下工作をしておいた。そこへ生がやってくる。万事うまくいったわけだ。違う。生はスパイがいるので中止しなければ危険だと言って止めようとしたんだ。まだかばうのか。スパイの常套手段だ。自分が危なくなった時のな。いいか、その時阿藤はもう組織にいなかった人間なんだぞ。つまり生はスパイ、挑発者、反革命分子、そして君はその協力者だ。我が細胞としては正田を反革命分子、挑発者、スパイ行為の角で組織から永久に追放することを決議したい。異議はないだろう。パパ、いつも表通りにいるの。パパ、毎日違う顔をつけて帰ってくるわ。ママがパパをいつも探してくるの。パパはふんぞり返ってベッドに腰掛けるの。ママはかがみ込んで靴下を脱がしてあげるわ。勝手にこのドア開けてはいけないってママはよく言ったわ。私を縛ってちょうだい。どうしたっていうの？私はママなの。ママは違う人みたいな声を出して、私は奴隷よ、
打ってちょうだいって言うわ。大きなお尻を出して。その太ったパパはとっても優しそうで、ママを打つのは嫌いだって言ったの。パパとママは一緒におしっこするの。そのパパは私においでって言ったわ。優しそうに見えたから膝に乗ったの。パパは私を連れて行って便器に腰掛けさせると、おしっこをさせてくれたわ。私はとっても悲しくなって、パパの胸にほっぺたを押し付けて泣いたわ。ママはパパにお酒を飲ませるの。するとパパは椅子から落っこちて床に転がったわ。ママは馬乗りになって、パパは足をバタバタさせてぐったりしたの。パパはお腹から血を出して、ママはヒーヒーって嬉しそうな声を上げたの。朝起きてみたらママはどこにもいなかったの。ここは違うわ。違うわ。飲むかね。思い出したくないことばかりだ。現実の方で放っておいちゃくれないのさ。そうか、やはり君は正なんだな。とんでもないことが現在のこの時に引き続いて起こってくる。それが怖いのだ。正なんだな。違う、慶坂あゆの父だ。娘を迎えに来た。ご覧の通りいない。君が連れて帰ったと思った。そうじゃないのか。何をイライラしている。少女誘拐で罰せられるのが不安なのか。思ってもみろ、君が阿藤と一緒に消えてしまってから何が起こったのか。ひどいもんだった。何か勘違いしているようですな。私は姓ではないし、姓なんて人はいなかったのと違いますか。何だって。いなかったと言ってる。いいや、2年ほど前に彼が西ドイツの原子力機構にいるという噂を聞いた。あの男ならあり得ることだ。僕は現実に奴と話をし、行動を共にした。そのために恩子は破滅した。君は性にそそのかされて新宿駅でレポに失敗した。わざと失敗したんだ。そうだったな。ために襲撃隊は出発し、4名の同志を犬死にさせた。さあ答えろ。正直に自己批判書に署名するんだ。強情な女だ、スパイのくせに。どうだ、女にしてやったらどうかね。口を割るかもしれん。
告白しろ。なあ同志本校、君もプロレタリアートの解放のために戦った同志なら、仲間らしく最後の人民への奉仕をするんだ。わかるだろう、スパイであったことを認める。そうすれば君につながる我が組織内の裏切り者を我々は一網打尽に壊滅できるんだ。あなたを知って10年ぶりにお会いしたわけだ。27年ですよ。何ですと？今は1980年の6月初旬、私が生という男に初めて会ったのは52年だった。生などという男の存在は信じられんと、10年前初めて会った時にも同じことを言った。待ってよ、今80年なら変じゃない。何が変ですと？人数が多いわ。この中の誰か死んでるはずだわ。私はあなたを知らないわ。あなたは誰なの？もうすぐあなたにも分かるわ。なぜ死んだの？むごいことを聞くもんじゃない。なぜよ。怖いのさ。みんな本当のことには直面したくないんだ。僕はちっとも構わん。聞こうじゃないか。ええ、私も。今後の戦いの役に少しは立つかもしれない。